まあ、いつもと違う慣れないポジションで、まあでもやったことなくはなかったんで、まあ、そこまで不安はなかったですけど、やっぱりその風の影響ですごいやっぱプレッシャーを受けて、まあ、思い通りにはプレーできなかったですね。いや、まあ個人としてはもうしっかり怪我直してしっかりトーナメントを間に合わせるようにしていくことと、まあ、チームとしてはやっぱり最後あんまりうまくいかないところが多かったんで、まあ、これからしっかりビデオで研究して、まあ、反省してそこを直していければいいなと思います。はい、ありがとうございます。